これでどんぐらい耐えられる、あ、これで一回やってみようかな。ちょっとこれで一回やってくるわ。これでどれぐらい耐えられるか。少し攻撃を切りすぎな気もするけど、肉質割と大丈夫っぽいんで、てか後ろ足殴りまくったりとかすれば多分全然大丈夫だと思うから、うん。やば、ちょっとつける順番間違えたわ。1分半なのに。ライズはワールドとダブルクロスのミックス、あー、狩技とかがミックスされた感じかと思ったけど、 F も入って、 F 入ってます。確実に F 入ってます。それは断言できるわ。待って、まだまだ来ないで。もう確実に F の開発の人たち入ってるもん。ちょ、まだ準備できてないよ。やめろ。OK。ここで倒すぜ。いやー、そこはごめん、無理だ。その位置は無理だ。氷ガンスの砲撃に火属性があった。まああれに関してはガンランスの流撃砲は基本的には火は入ってますよっていうのはあったね。とりあえず火は入ってて、他の属性も、はい、武器に付与されてる属性入りますよっていう。ねえ、マジでそれ無理。揺れてるし。これは大丈夫そうかな。危ねえちょっと危なかったかな。あー、ちょっとその、いやー、ミスった。完全に失敗した。これ帰る？一旦戻るか。ひよったというか、いやー、完全にちょっと1ミスしたわ。避ける場所ミスった。まあ、ひよったんだけど、つまり、俺は逃げたんだ。やっと殴れる。ねえ、もう。ちょっと避けらんないんですけど。やっと殴れそう。あ、よかった。よし。あー、やっとなんか、あー、怒り終わっちゃったいやー、でも10個しかないってことを考えるとちょっと怖くてね。10個だよ。もし万が一、こいつ体力多いからさ、ちょっとなるだけ最初の方は節約したいなみたいな。15分身ぐらいまではちょっと節約したいなって気持ちがある。そっから先はね、まあ、集中力も切れてくるだろうから、ガンガン使っていこうかなとは思うんだけど。5分に1個使いますねまあでもそうか。あと2体で早く苦戦してほしいからまあ目玉はそっちだよな。いや、日曜日にそいつらぶつけようかとも思ったんだけど、配信のなんだろうな、ネタ的には絶対にライゼックスと黒煙王は後に回した方が盛り上がるだろうなと思って、そっちを選んだ。後に回す方を選んだ僕は。これ死ぬんだよな、この体力だと。オリチンの性格的にどうせそんな使わない。いやー、確かに、まあ好きなものは取っておくタイプだけど。これワンパン、これ防御た上げたのに、なんかそういえば関係なくね。
こういう細かいダメージ入ってるだけかな。これは耐えられるかな。効果薬とかさ、効果薬なんだ、守りの護符とかも入れたのに、なんか全然意味をなしてないというか、なんだろう。あんま効果なくない？いやーそれ無理か。やべえか。よしよしよし。効果には個人差がある。体調によるところあるのかね。いって。あ、もう上来られたらもうダメじゃんそれは。ね、この岩、なに、ティガに対しては、ティガに対して忖度してないか、この岩。今上飛び越えてきてたよ。ダメじゃんそういうことしちゃ。今芸術点あったね。上をポーンと放物、綺麗な放物線を描いてしっかりと上を越えてきた。どうせこれワンパンなんでしょこれ。食らったらさっきより絶対殴れてない。まあでも死んでないからまだいいか。死ななきゃ多分倒せる。でこの後は絶対泣くから、まあ足こかしを狙いに行きましょう。やっちゃったお、怒り終わったわ。ここ大丈夫でしょ。この状態での方向はね大丈夫だからFBS の開幕リスキルするための手榴弾の投げ方みたいな、そんな感じあったね。ここまで入れていいかなこれ。なんで、何風圧食らってんだよ。もうこいつ手を叩きつけるのに自分の体もさ、やべ、自分の体も浮いてたけど、それ以上に壁際だと大丈夫なんだ。お、転んでくれた。申し訳ないけどこれはちょっと会心塗るかな。いいんじゃない。ゲイ天意ティガなら地面波打って打ち上げからの構えたち飛んでくる。最悪で、こちら側あれでしょ、そのまま裂傷も食らってるから裂傷も食らってるから、そのまんまどんどんダメージ削られていって、体力削られていって死んでいくっていう。また飛び越えてきた、すげえ。あ、ここやばいかも。わあ怖。やばいか。でも怒りすぐ切れるの、本当にすぐ切れる、すごい。10点満点で何点つけてあげようかな。ちょっと待て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 、風圧バックステーグいな。ちっちゃ、マジか、そんなに範囲ちっちゃいんだ。ここまで入れよう。あーいいね今の。それはダメだ、ここは大丈夫だ。あー声で、こいつ声でグラス割るみたいな感覚で岩が声に負けた。嘘だ、声で壊しちゃうのやばそんなバナナ、本当に声で壊してしまうなんて怖えー、ティガ怖えー今でもオンラインしてる人、今の方が多いかな。今が一番いるんじゃないかな、ライズ発売前で。あぶね、ひよった。
なんでだ。あ、怒り終わった。早っ。飛躍ね。ギャグ言うとモテませんよ。僕は楽しいんだよな。ギャグさ、あのダジャレとかギャグさ、本当に悲しいけどさ、言ってる自分超絶楽しいんだよな。すごく悲しくなる。言ってる自分バチクソ楽しい。それで誰かがクスってきちゃったらマジでバカほど面白くなる。不思議だよな、ギャグって不思議。転ぶでしょ君。あいつ吹き出してるわ、フフみたいな。こっちもフフってなる。こんな親父ギャグを言うとは、こんな親父ギャグを言わないように言わないようにってやってきたのに、つい言ってしまう。ビクンビクン。ギャグってかダジャレ。まあ親父ギャグだ。悲しいけどこれ親父ギャグなのよね。怒るでしょ。あ、まだなんだ。君沸点低いね。勝って、もうこれやっちゃえ。おマジで裏側からなら大丈夫だ。でこの裏に回るっていうのがやっぱりこっち側にいると楽、足の方にいると楽なんだよな。今のセリフなんかシャレにできんかなってすぐな思考回路がそっち側に行っちゃうよな。実際親父になったら言えなくなるから今のうち。なんで言えばいいじゃないか。なんでそんななんか肩身の狭いみたいな。言えばいいじゃないか、それぐらい、いくらでも。早め、よし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 。会心使いて。後半から調子よくなってきたね。配信ならいくつになってもいい放題みたいなとこある。まあ基本的にもうずっとパソコンの画面に向かって喋り続けてるだけだから、何言ったって誰も咎めねえ。俺は止められねえ。憧れは止められねえんだ。いやー、メイドインアビス好き。グロいけど。親父やからしょうがないなって目で見られるのが嫌で言えなくなる。ああもうその年になると言えない。その年じゃないから言えること、そういうこともあるのか。ダメか、1割削られちゃった。ジョイコンですか。いやさすがにちょっとジョイコンはきついから、プロコンでやってます。スイッチのプロコンね。そんなに好きではないけど、まあ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 。じゃあジョイサウンドで、僕はダム派です。ジョイサウンドよりダムの方がなくない？あ、悪くない？なんかその曲というか。採点機能とかジョイサウンドの方がなんか優秀の方な気がする。ダム派は陽キャ。嘘だ、なんだその偏見は。とてつもなく偏見だ。でも安い店はダムっていう印象はある。ジョイサウンドは地元の高い方の店みたいなイメージが僕の中であるな。僕の地元のあのカラオケ屋の安いとこ、なんか1時間いくらだ忘れちゃったけど、なんか安い方はダムで、でそこのダムの安い店は壁剥がすとゴキブリが湧いてくるみたいな
わらわらゴキブリが湧いてくるみたいなっていう店とか行って有名だったわ。今もあるけど。いやもうすぐ怒る。でジョイサウンドはあのちょっと栄えた方の街にあるちょっと高めの店みたいなイメージ。実際そうだっただけなんだけど。あら、なくなっちゃったか。カラオケ館。わかんない。でも僕あんま知らないんだよな。ダムとジョイサウンドしか知らない。ジョイサウンドはそんな曲まで入ってんのってのが、あー多い？まあそれぞれか。まあ僕は別に自分家で YouTube 聞いてカラオケ歌うんだけど。怖え。すぐ壁際寄るやん。こいつすぐ壁寄るんだけど、殴りに行く身にもなってよ。お前それしかしねえな。30分後に絶世やってそう。そして倒してそう。それはさすがいないか。さてここからはそろそろ戻り玉ガンガン使ってもいいかな。 OK。 あ、一瞬ぐるった。でも最近少ないでしょ。全くもって収益化オンにしてない。超特殊編入ってから一回もね、あのオンにしてない。僕も一瞬止まった感じあったわ今。でも環境によるか。でもそれのおかげでね、10時ぐらいまでやってもあまり止まらずできてる感じあるね。もうそれライブやってへんやん。どういうこと？まあ収益化してないから確かにお金の面に関してはその後でみんなが見てくれた分しか入ってないね。あとスパチャか。そう、そんだけだけど今すごい数字も好調なんで、で配信止まるのがすごく僕は嫌なんで、配信止まることが一番配信やってる時に嫌なことなんで、アンチェが来るとかよりももっと嫌なんで。天秤にかけた時に、いや金より止まらないことだってなってしまった。これ切れ味もう切れそうなんだよな。となると今会心の陣役はつけられない。よし、まあアンチ来てもさ触れなきゃいいだけなんだけどね。つい触れちゃったりとかもあるからな。ここ2回くらいは後で別アカでも見たい。助かる。そういうの助かる。水増しだけど、つまり。つまり水増しだけど、それ。まあいいのよ。好意でやってることは無限にはできない、僕は。なんかどっかの事務所が、なんだっけ、ライブ配信の視聴者数水増ししてて、Google から怒られたみたいなやってたな。呼ばれて、ありがとう。助かる、超助かる。鈴木さんありがとう。アンチです。対ヨロ。すまね、いつも助かるよ。ほんと助かってる。私立もだからさ。でもまあこの調子でやればなんとか、あと数日のうちには片手剣編もなんとかなりそうなんで。でもこんばんは。アンチよりアンチ探そう。俺でも大丈夫そうな感じしてきたね。このまま倒せればだけど、このまま倒せればなんとかなるかな。こいつのさ頭硬すぎなん、頭じゃねえや、爪硬すぎなんだよな。
これは足でいいだろ。乗れたらいいな、ワンちゃん。ワンちゃん乗れたら嬉しい。怒んないんだ。怒らないんだ。まだ怒んないんだ。いろいろするために帰るわ。うん、帰るわ。これ帰ります。帰って寝て、その間にああだこうだできないんだな。どうしようかな。カリバザドリンク飲もうか。カリバザドリンク飲んで、競争薬グレート飲んで、あ、競争薬グレートの、あー、研いで、まず研いで、今時ダブルクロス買うの。今買いな。買うなら今だよ。今安いよ。ライズ前で人もいるよ。配信も多いよ。情報も集めやすいよ。おすすめに上がってきやすいから、動画、新しい動画がね、見れると思うから、情報も集めやすいし、やるなら今だよ。やらないならもう買わなくていいと思う。マジで、マジで、あ、まあ、危ねえ。飲んじゃうとこだった。危ねえ。マジでやるなら今。あれ、怒ってる。いつ怒ってた？いつやるの？今でしょ。明日買う。しかも安いしね、今ね、セールでね。昨日配信の後、久々にダブルクロス開いてカマキリやったら20分近くかかった。やっぱモンハンって慣れゲーやな。あぶねえ。今タイミング早すぎた。危なかった。避けろ避けろ避けろ。まあまあまあいいだろう。そう、ラスボスだよカマキリ。そうだよ、ラスボス時間かかって何が悪いんだ。僕は確か双剣で12分とかだったかな、エリアル双剣で。それが最速。結局それより早くできてないっていう。別にやる気もないんだけど。あ、取られるか、ラスボスよ。部活もないから。ああ、そっか。てかもう、冬休みか。え、ちょうどいいじゃん。冬休みに買って楽しめばええねん。今しかないでしょう。森チンさんが今カマキリやったら、いや、そんな変わんないと思うよ。根本的な立ち回りだったりとか、火力だったりとかをもうちょい詰めないときついだろうから、そんな変わらんと思うで。うわー、出た、揺れちゃ、危ねー。残しててよかった、ランフォー。ちょっと位置悪いんですけど、やめて。ここまで入れて、よし。意外とここまで入るんだよな。やっちゃったー。待て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 、大丈夫だ。これ一旦戻ってもいいのでは。これ一旦戻ってもいいのでは。てか絶対余裕あるでしょこれね。かなり殴れてるよこれ。絶対余裕あるよね。なんかいけそうな。ラウフォって2でもパーティーだと、いや2じゃ大丈夫じゃない。2だと大丈夫でしょ。3だと打ち上げるけど。3だと打ち上げる上にめっちゃ範囲広いけど、パーティーだったら2使ってればまあ大丈夫じゃない。別にカマキリ初見ですら25分程度。そう、僕も確か22分だっけかな、一番最初にこのアカウントで倒した時は。パーティーによる。こかされやすいやつだと2でもちょっときついか。3の打ち上げ機能ね。なんで打ち上げるんだろうね。打ち上げる連携攻撃でもしてほしかったのかな、運営というか、まあ開発は。どういうことなんだろう、あの打ち上げって。やっちゃった。いや、これ飲もうか。危ない、ドーン。戻るわ。あれ、ちょっと待って、ペース崩された、まずいな。でも金属値は嬉しいな。助かるわ。
こうやって寝れるんだもん。要するにこれだって回復浮いてるからね。ちょっとまずいかな。いやでも絶対体力はもうだいぶ削れてる。大変遅刻遅刻。なんかそのテンションだった今。完全に身内でやるときは何が何でも絶対にラフォスリー。逆にな、逆にやるやつだ。モンハンは単性なので。今これ単性バトルになってる。僕が寝てこいつが攻撃しての単性、最悪じゃないか。はい、よし。よいしょ、これ避けなきゃね。ほら、でもめんどくさそうな気がしちゃって。いや僕基本的にチャット打つのがめんどくさくてさ、僕も全然ノラとかやったことないんだけど、チャットがめんどくさくてね。 F 時代に鍛えられたとはいえやっぱめんどくさくて、チャットって。まあチャットがめんどくさいから配信してんだろうなって、まあ大体の人が差しつくだろうけど、そうチャットめんどくさくて、そう配信をするんですよ。チャットめんどくさくなかったらツイッターとかでめっちゃいっぱい絡んだりとかもするだろうけど、そういうことあんましないからね。たまに自分から絡みに行ったりはするけど、めんどくさくてな。よし、クエスト中は定型文だけだし、そう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 、ちょっとやばいか。え、大丈夫だ。よし、ここなら大丈夫だろう。 OK。 F のチャットはマジでやりやすい。 F が FF14 に勝てる部分は、まあチャットアクション性の部分だろうな。うん、その部分に関しては絶対勝てると思うわ。うん、そこは負けない。ワールドのチャットってか、そうワールドアイスボーンのチャットやべえよな、あれな。何考えてんだろうなって思う。呼び出しがまず遅いのって最悪じゃん。一瞬で呼び出せないとダメだよやっぱり。早かったか。もう一回来る。うん、ダメだったか。位置が悪いかな今これ。よし、ワールドは無言のゲーム。いやあれスタンプ買わせるためだったんだろうなとは思うけどね。そもそもチャットしにくくしてスタンプをいっぱい多用させて、でそれを売るためだったのかなって今となっては思うけど、いやあれはねひどいよ。帰りたい。それやる？あ、 OK。 よし、 OKOKOK。 これちょっと使っちゃおうかな。うわ揺れてるし、スタンプ1種類だけで完結。マジかよ。いやーもう揺れる、前にいると揺れる。チキショ。でもさすがに戻りたくねえな。いけんな。やっちゃったー、これ。と死のないんだ。いやこれ戻った方がいいな。ダメだ、戻ろう。なんか余裕なくなってきちゃったな。なんだろうな、まあ死んでないからまだ全然いいんだけどね、全然いいんだけど。いやでも絶対時間は大丈夫。肉質40だから、肉質40をあんだけ殴って、でダウン、転んだら57と57の場所と、あとたまに70か70の頭殴ってんだから絶対大丈夫。まだゼロオツ、1回も死んでない。そうそうそう、そうなんだよ。まだ1回も死んでいないというこの安心感。でこれ表示上1回も死んでないだけじゃなくて本当に死んでないからね、そこは信じて。ほら高火薬グレートも1個しか減ってないでしょ。まあ全然効果を感じてないけど、高火薬だけにな。ガハハ。はい、行きます。あとでこういうこと言うと見返した時にすごいしらけるんだよな。ほらよー。
なあ、荒垣爪さんよ、どうしたんだよお前。あ、めっちゃひるんでる、すごい。お前めっちゃそれするじゃん、めちゃくちゃ爪攻撃するじゃん。いや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 、じゃがいもめっちゃ飛ばす、すごい。いや、じゃがいも何連続、5連続ぐらいしてないこれ、すごっ。じゃがいも連続記録、これギネス樹立できる。次はそれか、オキニーなのかな今の流行り。僕も確かにオキニーの食い物とかずっと連続で食っちゃう人間だけど、曲とかもずっと同じのばっか聴いちゃう人間だけど、耕してくれてるわ今こいつ、金属地耕してるいや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 、めっちゃする、めっちゃやる、めっちゃやる、やば。他の攻撃一切しない、すごっ。きたー、尻尾きたー。これで体の体力 10% だそんなことないけど、別にそんなのダブルクロスにないけど、いや、このままいけると嬉しい。同じのばっか食って、そう、一気に、そう、飽きる派、そう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 、毎朝毎朝同じものばっか食って、でそのうち飽きていくっていう。そろそろいけるかな、いけたら嬉しいけど。いや、マジで後ろ足殴るのいいね、雷で来てよかった。てかテンプさ、こいつ多分半分くらいこれで倒してるよ、超特殊みんなこれ作るといいよ、強い。近代硬片手強いかもしんないけど、回避性能にやっぱり片手剣欲しいんで、そうなるとやっぱりこいつすごくいい。よしよしよし、避けるよ、よーし。テンプマジで超優秀。あ、あう、おお、ラッキー。ただ1割減ってんだよね、あぶねバカ誰お前、大丈夫か、ここでやっちゃう、いい、そのダメージは全然いい、僕は気にしないよ。いや、マジであとちょっとだ、絶対あとちょっと。あれ、僕これ調合してなくない、いや、あるわこっちにあったわ。回復いけるかな、よし、毎日食ってたらどんどん気持ち悪くなってくる。まあそれね、わかる、そう、同じもの食いまくってくると、あんなに好きだったのに、いや、ちょっと今日は一瞬でも今日は違うなって、今日は違う気分なんだよなって思うと、もう食えなくなる。でも僕はあれなんだよ、毎日毎日朝食ってるものがあってさ、どんぐらい続いてるかな、今年のね5月だか6月ぐらいからずーっと毎日フルーツいろいろ入ったゼリーをね食ってる。朝みかんとか桃とかパインとかが 入ったフルーツゼリーを毎朝食って、で毎朝うんこするんだよそれずーっとやってるわ。それは絶対に飽きないというか、もともとフルーツ好きなのも、まあフルーツ嫌いな人そうそういないだろうけど、それだけずーっとずっと毎日食ってる。フルーツポンチと言えばいいのか、そうか、フルーツいろいろ入ってっから、まあそうか、でもゼリーなんだよな。あれ、フルーツポンチはなんか違くない？あ、終わった、イエーイ、荒垣爪超特集クリアー。君30分身か、あれ
無乙だな。まあ1時間かかってるけどね、1時間かかったけどいけたね。誰だこいつをソロ最強候補って言ったやつ、誰だ、誰が言ってたっけかな、間違えた、こっちだ、誰だったかな。イエーイ、残り2体、荒鍵詰め、超特殊荒鍵詰めも討伐完了、残り2体です。